ジムノートは1888年9月24日に浸水したフランス海軍の世界最初の電気推進の潜水艦である。アンリ・デュピュイドロームが初期の実験を行い、彼の死後はキュスターブ・ゼ・デト・アーサー・クレブスがジムノートを完成させた。クレブスが潜水艦用電動機、最初の潜望鏡また最初のジャイルコンパスを開発した。 ジムノートの名前はフランス語のジムナティデイに由来し、これは電気ウナギの一種を意味する。船体は鋼鉄製の単角式であり、着脱式のリードキール、両側に3枚ずつの水平打を持っていた。ジムノートは204個の蓄電池を装備しており、2000回以上の潜航を行った。武装は 355mm 魚雷を2機装備していた。ジムノートは一部には、 世界最初の動力潜水艦であるプロンジュールに触発されたものである。ジムノートの設計は実験的なものであり、幾度かの改造を受けている。テオフィル・オーブ・テ督クが委託し、デュピュイド・ロームが最初の設計を行い、彼の死後はキュスターブ・ゼデが引き継いだ。1867年4月20日に、ゼデがディレクターを務めるトゥーロンのマリラン、海軍交渉で寄港された。 試験は1887年11月17日に開始された。ジムノートは水中で若干の制服力を持つように設計されていたため、水平打を若干下げて航行しないと水面に浮き上がる傾向があった。全部中央部、後部に合計3個のバラストタンクが備えられており、電動または圧縮空気で排水ができた。先行中は、 連続的な調整が必要であった。当初は水平打は後部にのみ取り付けられていたが、それだけでは調整が難しかった。速度が6ノットを超えると不安定となった。この速度では、振動を維持するために船体を3から5度傾ける必要があったが、これは船首が船尾より1.5メートルも下になることを意味した。1893年には、 中央部に水平打が追加され、安定性が向上し、潜水中に水平を保てるようになった。クレブス大佐が設計し、ルアーブル鉄鋼造船所で製造されたオリジナルの16極電動モーターは200、200V200A で55馬力を発揮し、直径1メートル、重量は2トンあった。プロペラはモーターに直結され、毎分250回転した。 モーターは二つのブラシを持ち、逆転ができるようになっていた。モーターが缶に据え付けられた後、後部ベアリングにアクセスできず交換ができないことが判明した。絶縁検査や修理はアマチュアには困難であった。また、パワーオフしてもモーターが直ちに停止するのではなく、自由回転の後ゆっくりと停止するように設計されていた。 モーターが停止した後でないと逆転はかけられず、すなわち緊急時のプロペラ逆転はできなかった。このモーターには問題が多かったため、後により強力なソーターハール射精モーターに交換された。当初は540個のアエント酸化銅を電極とし、水酸化カリウムを電解液とするラランデチャペロン蓄電池を搭載した。電池は 監視側に置かれたが、並列接続した45ペアを直列接続したものを1バンクとし、それを6バンク接続できるようになっていた。速度を変える際には、これらバンクの接続を変える。例えば、6バンク直列接続すると 150V で8ノット、出せ、3バンクを直列接続したものを並列接続すると 114V で7ノット、 2バンク直列 X3 並列だと8 4トで5.5ノットすべてを並列接続すると 45V という具合である。1バンクで最大 144A の電流を供給できた。電池全体で11トンの重量があった。1891年には硫酸を使用したローランセレイ電池に交換された。今回は17ペアを直列接続したものを やはり6バンク搭載した。8ノットでの航続距離は32マイル、4ノットでは100マイルであった。1897年には別の新しい電池に交換された。尖閣は中央部が6ミリメートル厚、前後は4ミリメートル厚の鋼鉄製で、断面は円形であった。内部は電解液による腐食を防ぐため、ポールタールが塗られた。 尖閣は32個の円形フレームと前兆方向の筋回で支えられた。ジムノートには潜望鏡が装備されたが、結果は満足すべきものではなく、結局使用は断念された。潜望鏡を固定、または収納するために扇行が遅れ、また防水も完全ではなくたびたび危険な水漏れがあった。1898年には小さな展望塔が追加された。 磁気コンパスとジャイルコンパスを装備していたが、どちらも信頼性に欠けた。武装としては2門の14インチ魚雷発射管を装備した。1907年3月5日、ジムノートは座礁して損傷を受けた。ドライドックに入れられたが、バルブが開いたままであり浸水してしまった。修理コストは高くつくと考えられたため、1911年にスクラップのために売却された。 ありがとうございます。